超楽しい。超いいや。超自由。超ガオ。超いいや。僕たちが超重大。はい。今日は珍しく立っておりますけど。はい。立っております。はい。今日やるのは。ということで、今から回答者1人とダンスする側4人に分かれてもらいます。はい、はい、で、ダンスする人なんですけれども、こちらのイヤホンでね、音楽聴きながら踊ってもらうんですけど、1人だけめちゃくちゃ違う音楽流れます。あら、回答者はね、明らかに違うなっていうね、人狼を見破ってくださいっていう感じになります。はい、30秒間の1人1回なんでね、ちょっとそうなの、表現力やっぱりうちは TikTok やってるんで、はい、あると思うんで、はい、そのために TikTok やってる。あ、そう、すごいじゃん。そうなんだ、だいぶ時間かかったね。まず、トミちゃんが、おー、音楽まで、はい、3、結構疲れ、はい、さあ、え、もう分かったの、はい、じゃあ、はい、誰かお答えください。ひなぽんです。なんで？リュウもちょっと怪しかったリュウもちょっと怪しかったんだけど、リズム乗ってる感覚が、うん、ここ3人が一緒だったかな。よかった。すごい、全体的に見てるね。じゃあ正解お答えください。正解は、はい、私でした。あ、すごい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 、めっちゃ悲しかった。本当はどんな感じのダンスだったの？あ、これ乗れないわ。悲しい、結構むずいね。これすごいわ。明るい、明るいこんなんだわ。これ意外と分かるものだね。分かんないかと思ってた。なんかダンスしとけばって思って。え、そうそうそう。楽しいですよ、これは。なんで楽しかったの？ハッピーだから楽しいです。そうですね、私はもうなんか背景から思い浮かべて、自分が草原で、あの、牛と戯れてるイメージ。私はこれはちょっとジャマイカっぽいなと思ったので。ジャマイカ、自分はおちゃらけた感じにしましたね。おいしく言ってないやつがいる。おその名も、この前出た、あなたが犯人じゃないか。そうだよ。すごい潔い。そうだよ。やったー、マジか、成功、マジか、すごい。え、これさ、ねねちゃんって分かってて、ねねちゃんが分かりましたの？言いました。え、そう、焦った、どうしようと思って。ま
いそうだよね。アルプスすぎ。どこで踊ってた。あ、悲しい。なんかアルプスだね。あんなことあったんだ。外れます、はい、当ててください。でもなんだか全員当たってるからね、うんうん。私はなんかたくさん釣りたいな。とにかくたくさん釣ってみんなでお祭りできたらな。わっしょい。私は鉢巻きを巻いて踊ってました。すごいイメージが、これ言ったらうちご人狼みたいになるじゃん。祭りみたいだったなって言うとしたのに。いやでもより具体的なシーンとかがあったね。競争してる感じだった自分的に。あ、わかるわかる、めっちゃわかる。人狼は、はい、ルルさんです。え、私は人狼ではありません。イエー、人狼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 食べきちです。うますぎた。うまー。うまい。何が祭りを言いたかっただよ。なんで、ふざけやがってよ。なんでルルさん、ルル待って、なったの。確かにちゃんと鉢巻き巻いて踊ったって言ったよ。違う、あのなんか運動会って言ったから、あの運動会だけで鉢巻きって言っちゃったのかなと思って。あ、なるほどね。眠たい。今何時だっけ。声かけながらタフちゃんのダンスみたい。確かに気になる。おばさんですか。大丈夫ね、頑張りました、精一杯。沢田さんは
私疑ってないんですけど。ありがとうございます。はい、ちょっと小野森さんが最初なんか独特なステップを踏み出したなっていうふうに思ったんですけど、あれはどういうなんか音楽だったのかな。どういう音楽やったっけ。なんかでもあなんかミッキーマウス。うん、そうね。2人だわ。え、誰だろう。人狼は小野森さんですか。うん、私でーす。マジで泣けるやつや。犬が再会するみたいな。そうね、確かに感動するやつだね。はいはいはい、人狼がいるわけでしょ。なるほど、なるほど。あやかちゃん以外がなんかちょっとスタートが遅くて、あそのあやかちゃんはマジあれだったでしょ。もう一番に来ます。で、二番目で釣られてやった。え？でなんでかなんか手を挙げてた二人が。あ、はいはい、運動会の更新。おお、なるほど。運動会の更新。人狼は三笘そうやん。いや、人狼ではありません。え、嘘、え、嘘。え、嘘。しようと思って、多分こう飲み込むのにさ、こう時間かかるよ。だから変な動きしてたら、あいつが人狼だってなってたんだよ。でも、運よく歩いてたの。いや、そうだし、みんなも歩いてるから、そのまま一緒に行くって。あら、ルルが一番音はめ、すごく良かった。音はめ、そういうんじゃないよ。悔しい。これは確かに更新するわ。すごいね。やばい、これ。めっちゃカロリー消費する。確かにダイエットにマジでいいの、うん、確かに毎日いいだし。いやこれめっちゃ盛り上がりましたね、うん、初めてだったのに、ね、やばいわ。やりたい。なんかさ、プリンセスの曲とか
あ、もうニューワーそうそうそう、確かにまた曲変えてやりたい、著作権ギリギリ引っかからない程度でお願いします。はい、いいです。